ということで絆カードびっくりしちゃう。そういうのハーデスみたいなのがあるの。おやべ、1ゲーム目投資3枚、いわゆる投資3枚。やべ、当たった当たったんだよ。1ゲームで当たったわ。これは何かが起こる予感がするな。さすがに1ゲーム目よ。これやばいんだけど今日もうこの台やめたいよ、すでに。いや、わかります、こういうのやられちゃうとさ。おーおー、天才一発5ゲーム投資ちょっと。でこれ3ベル出るってこと、1001年。これちょっとうますぎるんだよ。だちょっとこのリールがもうちょっとやばい。6ベル出ない。これちょっと巻き物の部分やばい。今日このリールと俺戦うことになる。下から上乗れば、はい。まあ、幸先だけがいい。で、一旦これもうオープニング取ろっか、今から。うん、これよくタイミング。いや、もうこれとオープニング行こっか。ああ、おはようございます、サスケでございます。映像の不具合ではございません、すべて雪でございます。ということで本日は1月15日、北海道はベガス大谷地点さんに来ております。はい、ということで抽選100何十人から初めてなんですけど、前旭川の、ベガスに、収録なしで来たんですけれども、その関連でぜひぜひということでお呼びいただけたということで、はい。で、抽選なんと10番引きまして、で、前の人が絆角鉄板って言って、じゃあっていうことで、はい、絆の角を抑えました。どうなることやら、特に今日はテーマないな。あの窓がないんですよ。抽選10番引いて、なんか先週あたりに撤去されてしまったということで、なんと窓がないんで、で、収録的には前回の収録で、私は6ベルを、人生で私3ベル6ベル出したことがなかったんですよ。それを前回ついに6ベルを出したということで、本日は3ベルを出せたらいいな。大谷地点よろしくお願いします。いただき、さあ参ろう。じゃあちょっとまずこのレバーを攻略するとこから。すごい柔らかくいけばいける。やっぱ開幕ちょっと単発は下げたいよね、せっかく投資制限だからさ。広角持ってこい。よくないですな。おっと、いいよ、大丈夫かな。夜という点以外特にいいことはない。ああ、 60% よし、 100% よきよき。まあね、そうそう、はい、弱チェが弱いな。弱チェだ。ちなみにあれですね、サスケさんはもう弱チェカウントしてないです。まあ、まあ、分かるし、そんな押さなくてももう体感で分かるよ。おもろちゃん出てきた。もうさ、絆ってさ、言ってももうだいぶ打ち古されてるわけで、はいはい、世の中的にも俺的にも。だからやっぱ朝一から絆行くからは何らかのテーマというかさ、なんかないといい加減。確かに。まあとりあえず3ベルは欲しいよ。ただそれはまあ6だった場合の話じゃん。6じゃなきゃもうそれは無理なわけだからさ、なんか欲しいよ。まあまあ ベタなところで言えば、まあ、フリーズ振動術ね。で最近俺フリーズがマジで引けてないんだけど、
他になんかないなんか俺個人的に見たいのはあのエンディング2周した時のミニキャラエンディングで、マジでお主それ行くってなかなかよ、あれいいやろ、今のは俺が悪い、今のは俺が悪い、押せてない感を意識しすぎて空振りをする、まあこれはしゃあない、でもまあいいんじゃないの2連で、これはもうただのボーナス、お店からの俺へのプレゼントと思う、個人的な店長から俺への個人的なプレゼント、それはあかんと思いますよ見たいよな、わお、兆候だね、兆候なぞったね、いやまあまあ兆候じゃなきゃそれはそれでいいよ、いや弱点弱点ルーハーなし、まあ異色なら兆候、わあどうしよっか、いやでもこれ熱い、弱チェかもわかんないんだよな、でも今の弱チェ引いて次ゲーム後期外れ目後期、次ゲーム外れ目激アツなんや、どちらにせよ設定差あるとこですか、まあまあね、ただまあ絶対いかなそうだけど、もういいんじゃないの、当分この台打つよ、だからおぼろとか選ばん、まあ、まあ合格は合格で、おでかいな、俺一昨日の富山で同色巻物3-0、うわー全部これ、いやまだもう一回あるな、やばい、さすがに、あー危ねえ、あるあるある、あ危ねえ、よかった、さすがにさすがに歌流れない、今のは巻物で乗ったから、ただ結局絆で勝つってこういうことなの、こういうチャンスをしっかりとものにしていく、うまい、もうテーブルだとかそういう問題じゃねえわ、竹雄は絆で一番好きなの何、一番好きなの、まあ、あまあ演出でもいいし、あまあそのじゃあ振動術とかでもいいし、僕はもう鉄板なんですけど、あの AT 中に BC、うん、ストックある状態で BC してたじゃないですか、うん、でミコが流れてる時にストックして、うん、でって終わった時のレバー叩いた時のってなった時もちょっと出ちゃいます、出ちゃう、まあまあまあ出かねないよね実際、まあね、でもやっぱいきなりのワイルドアイズよね、そうなんです、あのストックある時に流れるのはまあいいんですけど、いやどうなのどうなのっていう時に、まあ、不意のワイルドアイズはまあさすがにあれずるいよ、いやあれはねさすがにずるい、さすがに、なんかあれだよ、だからまあ絆の、ま、一撃満杯は本当の一撃満杯だよ、引き戻し的な、引き戻しとは言わないけど、即圧を認めない、この辺の巻物まあ当たらないよ、ドーン、俺チャンス目からのモード以降は、いやまあ、まあ、そこは見抜けないですよ、まあね、今どこのモードにいるかって、ただ俺おぼろ選ばないんだけど、あ本当ですか、あの分かるから、おぼろ選ばなくても今モード何か分かるから、おぼろ選ぶやつって打ってて今モードが何か分かんないからおぼろ見ちゃうと月でしか判別できないやつ、まあまあそうですね、ああ俺とかこれ分かるから今最低 B に最低 B に無論であのチャンス目5に少なくとも B にいるわけ、いやそれは常にさあ今 C ですとかはない、ただ一応モードのもう試作演出も出るわけ、そういうところも踏まえてこれ今もう控えめに行って B だからな、あー当たっちゃった、いやこれちょっと降格すら怪しい、早っ、あーそう207ゲーム、まあ絶対いかないんだけど俺おぼろ選ばない、やっぱおぼろ選ぶのはやっぱちょっと違うと思うんだよ、
負けよ。いや全長ゲーム数的な意味で。そうだよ。お、気持ちだ。いいぞ。ああここで当たるか。当たってない。ギリギリ持ちメダルだ。投資1000円のまま。いいよ、同色だよ。96ゲーム。ようやった、白フラ。それでも俺は源之助をやめない。あるー。うまみ。いやなんかね、来る気配ちょっと2個右が、2個左がオブリスクやって、で、その直後に左が今オブリスクダウン。ちょっとこれあるね、いいね。でも単発ダメよ、単発ダメよ。響いてくるからね、メンタルやられるから。オブリスクは別にオブリスクそんな言うほど強くないのは知ってんだけど、でもやっぱりこう見られちゃうしね、人に。絆の 50% は生かしたいですよね。まあね、馬術と違って、まあ、そこら辺の 50% じゃないもんね、はい、やっぱ自力で 50% 以上に持ってくる最低 50% ってやつだからね。広角持ってきて、よし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 。しかも77なら複数期待できる。よし、本当はチェリーの方がいいんだよね。歌はなし。チャンスね。マジかやべえよ。粘れ。やべえ、やべえぞお前。お前マジで言ってんの？これやばくない？最悪だ。最悪だよ。抜けて即また同色だよ。あっつ、頼むよ頼むよ。よっしゃー、いったー。飛んでる。同色偉いで、ね、できますね。やばいよ。え、だって今5回中3回だよ。ああ、降格しちゃった。もったいないよな。すごい、みんな振り向いてますよ、ちょっと。え、もしかしてもう刺されるただ、今んとこアームだけだよ。持った方が全然いいよ。いい、広角の食いつきが良くなってきた。こういう自力のところをね、伸ばしたいよね。いやダメなんだ、共通ベルじゃないとダメなんだ。このニョロニョロがね、結構騙してくる。よし、当たってるのかな。当たってないということはいいこと、それはそれでいいこと。押し順での時はないけど、巻物、巻物じゃない、チャンスの準備は整ったよ。ああ、なるほど、ワンチャンチャンス目で当たってくる。継続率があるってことを俺は言いたい。若干源之助って言わねえな。
そろそろ野良巻物が当たってもいいかな。あ、白フラだ。これは行ったでしょ。さすがに白フラは、OK、すげえな、すげえな。だよ、これはでもまあまあいいんだ、まあいいんだ、まあいいんだ。すげえ伝説だけど、外線とかでこんな状態が出たらマジ困るよ。番長スリーもエグいっすよね。あ、そう、あのリプレイってのはペタってもさ、落ちないときと落ちるときあるじゃん。 あれ落ちたとき回避さんよ。いい、おお、3つつく、3つつく。さすがに3つは、源之助エピソードあるよ、源之助エピソードあるよ。お、やばくね、やばくね。同職どうした、どうした、同職やばくね。ちょっと店長やりすぎ、店長やりすぎ問題あるよな、ちょっと店長やりすぎ問題あるよな、これ。こんなだよねちょっとこれ怖いな、周りの。ちょっとまさか、おい、ちょやめてよこれ今。しかもなんなら第一停止って多分緑フラ出てたんだよ。珍しくな、これ行くでしょ。いや、これあれですよ、俺が好きなやつ出れば。うん、ちょっと待って、俺何もしてないですよ。あの手調べてもらってもいいですよ。負けた方がいい、負けた方がいいのに。な変なもん使ってないですよ。なんなら時計も外したもんたまらん。俺もう12時には取れ高バッチリ結集まである。もうはやるだけなかったかな、さすがに。行けよもう一個。わあ、熱い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 。これワンスチャン無双一戦ってことでしょ。なるほど、なるほど。すごいな、すごいよね。ちょっと、ちょっともう俺青頭が来るだけでちょっと嫌になっちゃうの。全部赤だよ。厳しいな、本格ないから厳しい。40%。よし、あるある。うわ、降格返ってきた。あるだ、今の継続でいけ。あれ、なんであいつらいて今たまたまお話的な話。今何回ちょっと何話か、いや何話か分かんないけど。じゃあそういうことか、こいつとこいつおったやん、ここに。まあええわ、まあええわ。お話的なところ、え、これどういうことなの、これは。
これはどういうことなのかって今のいやらしいいやらしすぎるじゃんこんなんこんなんダメじゃん脳が喜んでるいやこんなんダメじゃんねなんでしかもだって今だって BC 引かずに2回継続してるんですその状態で2個ある、まあ、これ継続プラスもう1個ってことは少なくともストックが3つ4つあったってことなんですだから同色で巻物とか引いた時に複数、まあ、ないし初当たりでも5個とか取ってたんですって考えないとたまたま途中の乗せでもあ、まあね、だから1個が選ばれる確率は少ないので、うん、だからこれがこの BC を引かずに3戦勝ってる状態でこれ流れた時点で今までのが全部ストックだったっていうことになって継続率の抽選をしてないわけですで BC 抜けの分とその前とこれプラスもう1個で最低3個ぐらいあったおやおやおや穏やかでないねそうなんだからストックがもう3でスタートから考えたらやっぱ4個5個ストックがあったっていう話になって振動チャンスあったっけもう見落としてた俺見落としてたかもひっそりとわあ、あ、当たってる。これほぼ当たってるよ。登場でなんか当たってた。よーし。おお、珍しくない？珍しい。ええ。出てきた。お、ベルも来る。やはり。水野ってさ、音もいいやん。ほら、ワイルドアイズなんてさ、当たり前の話なんだけどさ、奇数選択された時のさ、チャキーンもいいし。あれ、3つ複合した時とかもうやばい音なんじゃん。クソうるさいじゃん。絆レベルだよ。絆もっとドーンって感じだよ。あとあれもいいっすね、予告。あのさ、そう。残り3ゲームの予告のさ、うるさすぎないかな。あの隅からの予告がクソうるさいくせにさ、ピキーンっつって。ある？ある？これ負けたらちょっと今までのは何だったのかってなるあんだけ謎に続いて、まあ、最初のあれはストックだったっていう話なんだけど、まあ、BC2 回やってできたんだな厳しい 35% ですなんやねん。まあ十分伸びたよね。うん、おお、決める。やっぱな、怪しかったな。ここで手止めるんだ。ゴリ見せだね。二個左が6出る。となると、俺の左はさほどな感がある。ワンチャンあるな。ワンチャンあるな加藤さん最低弱チェ2発おっおっじゃねえんだわおっじゃねえんだわウーハーなし天井直前壇上抜け即降格の可能性ワンチャン492ゲーム。
あかん。あかん。ただいたずらにメダルを減らしただけだった。2発引いたけど本当にちょっとない。63ゲーム3ベルあるよ。あんまあ、5ベル出るのかよ。まあいいか。打ちスルーだね。悪くない。あるか。よし、紫珍しいな。これさ、BC 確定してる状態でさ、押し順ベルナビ出ないことあるじゃん。はいはい。だからまあ中押しっていうか順押し以外でワンチャン取れるじゃん。だでも結局あれってさ、それで取った場合って BC 確定画面でのベルナビ1回捨てるっていうか、なんか言いたいことは分かる。ここでさ、リプリプベルのさ、いわゆるベルこぼし面が、はいはい、出て、これがなんていうの、変則で取っちゃうと結局この後ベルナビ出るじゃん、はい、交互に来るじゃん、ベルフラグって。つまり何が言いたいかというと、結果あんま変わんねえんじゃねって。ただ変則した時俺があれなのは、チャンス目と外れ目の区別がつかないことがあると、当たったと思って中押しぶっ決めて、あ、チャンス目だったみたいな。あ、まあ、確定パターンだったらいいんだけど、じゃないとき、巻物後、なんでもないときの巻物後に中押しで外れて、ふーっつけたら当たんなくて、あれチャンス目っつって。そこは全然気にしたことなかった。普通によっしゃよっしゃって、ここって。同色なんだけど。ただやっぱ赤線交換がそんなないんだよ、まだ回収してないけど。いやまあでも言うて1000ゲーム1500ぐらいいってるか、多分。もうちょっと回してみよう。1700ぐらいか、1670。まあまあまだまだ。まあでも比率はまあ回数じゃない。やべ、負けんのこれ。 BC 引いて負けんの。ああ、BC 引いたの。お、B 以上か、残像スタート。よし、先輩、こっから先輩あるよね。全然ありますよ。こいつ先輩じゃん。よし、こういうこと。うまみ、はい、ウーハー。あ、なってる。先輩外しのその後の壇上 PC 外しぶっきのて
来たらさ、ちょっと青が、まだ引かせる。20回 BC 引いたら見よっか。よし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 、いいぞいいぞ。まあならいいです。おお、これどっち派？ハサミとか、こうして、あ、僕自分で行ってますね。あ、ちょっと行き止まった。ここは一個スタッフが外した後は、まあ、わずかって6だったら赤が 12%、 青が 8%。 やっぱ赤だよね。まあ 6-4 ぐらいか。チェリーマン、グラフだけで言えばとても良いよね。持ち直してきましたね。おー、当たるやつか、これ。ステチェン強調はなかなか。ステチェン強調。だっていうことはこれ別に広角はもう関係ないよね。演出上確定ではないんですかね。あー、いや、BC は確定だと思う。ただ、特闘技はただの演出、前兆としてので。そうそう、だから。144秒後期後ろフラ、もう広角だ。ダメか。男女でも当たってるな。実質男女だ。あ、当たった。強調で当たったって考えたらさ、兆候だったって考えたくなるよ。よし、帰ってきて。これはすげえやりやすい。放棄チャンス。300人。よし、一撃よし、いいぞ。
苦手なんだけどな。なあ、性格が若干物にできてない感があるな。うわあ、物にできてた。はあ、最高に気持ちいいな今のは。間に合った感がすごい。よし、今20回 BC でちょうど1対1だから、こっから赤が。制服着てて、あれってなった。いや、別にコスプレしてるだけですよ。ああすげえっしょ。何ニヤニヤしてる。いや、今までなってたのが一番可愛かったけど、よく彼氏とみたいな男とよく一緒にいるんだよ。何なんだろう。いやいや、あなた奥さんいねああ、だからそういう関係ってことか。割り切ったって言うんですけど、まあこの台も6だし、割り切れるというところで。わお、よし、じゃああるで2回目のチャンス。よし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 、このねよし、勝負どころ。落ち着こう。ジャクチェどうしようもねえな。いやちょっと弱えな、押させてももらえねえ。やべえ、いや引いてるよベル。おあ、やべやべ、2択だ2択だ。よし、もう一回、よし、耐えてるよ。うわ、これめっちゃ悩むな、これめっちゃ悩むな、これ右、よし、いや、これずっとこの流れできて、いや、信じよう、逆押し、よし、うぅ、しびれる。やべ、ギャラリーがいた。あーくそ、めっちゃ前、めっ実質無双して2回回ってたよ。惜しいな今の、惜しいな、やべ、めっちゃ耐えたよ今の。やっぱ無双一戦の穴入り方たまんねえな。チャンスアップパターンじゃなかったわ。なるほど、確か。ああ当たった。でもこっち行っていくし、もったいねえな。242ゲーム青か。サンベル待機、やばくね、やばくね、これ嘘だろ、マジで、マジなんだ、マジなんだ。じゃあ俺のあの兆候の引きは何だ。やってますね、やってるよね、やば、さすがスロットやってますね、やっちゃったよねこれ
サスケさんこれやってますねってやつ。嘘。モード C 推定チャンス目1回。ただ広角ではわからない。あーやばい。あーやばい。あーなんかよかった危ねー。15ゲーム。危ねー危ねー。いや広角か怪しいとこだったけど、なんか入るねやっぱ。こっから伸ばさんとやばいな。やめてやめて。夜夜初めてかな、単発に。食らったっけ？ごちそうさまです。おーき、うえい！初、187ゲーム。サンベルの期待、4.7%。いいのよ。これイナゴです。ああ、ニベルだ。なんでニベル出てサンベル出ないの？じゃあ6じゃねえよってなら、ちょっと出すぎじゃん。あからさまにサンベルを避けてます。本当にそれ。いや、ちょっと面白いぞ、この絆。あ、伝わんないかもしれないけど、これ面白いぞ。ゴリッゴリになってきたよ、もう。まあ、同色の比率まで考えて、もう乗ってないよね。ていうか、サンベル出たの撮ってなかったっけ。あ、カメラ回ってなかった、サンベル出たんだから。ダメだな、ダメだな、何を言ってるんだ。いや、俺も下手くそだけど、さすがに。